もゆる大空は1940年公開の日本映画及び同作の主題歌、大日本帝国陸軍の航空部隊の品事編での活躍並びに戦闘機、爆撃機の操縦者として活躍する陸軍少年飛行兵出身の若き歌手官たちの戦いぶりや成長を消費時代の元教官であり、主人公らの所属する飛行戦隊の中隊長として、 赴任してきた将校との交流を絡め描いた戦争映画、熊谷陸軍飛行学校の教官、山本は元気な生徒たちに毎日厳しい訓練を施し、次々に一人前の操縦者として育たせていった。その2年後の1938年2月、自らも戦闘機体中隊長として死なじ変化の北支戦線に赴き、たくましい軍人となったかつての教え子たちと再会する。 田中は、すでに壮烈なる戦死を遂げていたものの、行本と山村は、戦闘機体、佐藤は、爆撃機体として、活躍を続けていた。再会の喜びの冷めやらぬ間に、敵地に不時期した山村を、行本が、強行着陸して救出するなど、戦火はいよいよ激しさを増していく。部隊は奮戦し、大なる戦火を上げ続けるが、帰らぬ者も,もまた増えていった。 後期2600年記念として、制作期間3年をかけて制作された。陸軍省、陸軍航空本部全面協力のもと、日中戦争当時の帝国陸軍の実物軍用機947機や、装備、及び、現役空中勤務者らが撮影に参加している。当時最新鋭の97式戦闘機や97、式重爆撃機などが大量に使用され、 また旧式の95式戦闘機が中国空軍の i -15 役として出演している。飛行シーンのほとんどでは特撮やニュース映画などの既存フィルムの使い回しをせず、実機を実際に映画のために飛ばし撮影している点で、翼の外科、加藤春戦闘隊と並び評価の高い作品である。また、飛行学校での会場目標に対する機銃奏者の演習シーンや、 95戦相手の格闘戦シーンなどでは97戦の操縦席に撮影カメラを設置し戦闘機操縦者目線の臨場感ある撮影がなされている。序盤では熊谷陸軍飛行学校における少年飛行兵生徒らの訓練や生活の様子をリアルに時にはユーモラスに描写しており消費の宣伝を兼ねている。また女性の出演者が一人もいないのは当時としても 得意である。撮影のため、中国空軍機に噴した95戦作詞、佐藤宗之助、作曲、山田耕作、編曲、二期滝を、歌、霧島登、藤山一郎、1940年5月日本コロンビア新父、NHK 国民歌謡にも選定され、国民歌謡第64週に収録された、佐藤の明るく躍動感あふれる歌詞と、 ドイツの更新曲を思わせる山田の拡張高い、旋律が人気を集めた。映画主題歌としては、陸軍落下山部隊を歌った、空の新兵などと同じく軍歌としてもヒットし、戦後も多くの音源が制作された。レコードでは、混声合唱が加わり、第3番では、藤山の歌声にハミングを絡ませて、効果を上げている。映画本編では、序盤と終盤に、 男性合唱版が使用されている。また、タツノコプロ制作のアニメンタリー決断では、劇中の BGM にインストが使用され、また中日ドラゴンズのニムラトール選手のヒッティングマーチに冒頭の一節が使われた。燃ゆる、大空気流だ雲だ上がるぞかけるぞ早風のごとく、爆音正しくコードを持たして輝く翼よ光かと、基礎へ航空に本空行く。 が、陶器翼どよもす嵐だ雨だきらめく。プロッペラ真っ先かけて広告に捧げる。王式命無敵の翼よはつらつあがれ陶紙はつきぬ。精鋭が当地上はるかに南だ北だこうむるも守るも。縦王無人戦闘爆撃第一戦に、鉱魔の翼よ。電波と震え東亜の空を制する。が、陶空を開かん希望だ道だの夏の海原大陸。ついて、文化を進むる生きたからかに禁止の翼よ世界を。 しのげ国意を担う若人が灯もゆる大空、ありがとうございます。